ニコイチ夫婦のベックです。今日は夫婦で、パソコン作業をすることが多くなってきたので、部屋の中に、ちょっと長めのですねロングテーブルを DIY で作ろうと思っております。最後までよかったら見ていってください。はい、ホームセンターに到着しました。入り口付近に観葉植物など置いてあって、いつも目移りしちゃうんですけれど、今回は、木材コーナーに向かって、直進していきます。1年前まで DIY に結構凝ってて、よく家具とかを作ってたんですけれど、それも少し離れていたので、今回久しぶりの DIY になって、どこから決めていこうかなって感じでちょっとおどおどしちゃいました。で、一番最初はとりあえず天板ですね。天板の方を何にしようかと。この天板結構いいなっていうふうに思ったので、まず第一候補として置いてありますね。でここで見たこの鉄脚、あの天板にこの鉄脚4本でそれで完結させようと一瞬思いました。まあ、妻の方には第一候補だよっていうふうに言ったんですけれど、まあ、また別のものもあるかもしれないんで、ちょっと探したら、まあ、簡単に1時間経ちました。あ、なんかいい感じだね。ここでベック選手無視という、一番やっちゃいけないやつやってますね。2回もやってますね。いや、集中すると人の声が入ってこなくなっちゃうんですよね。本当申し訳ないっていう感じです。ここでベック選手何かを広めきます。これは妻にですね、さっきの鉄脚と天板で行こうっていうふうに言ってますね。さあ反応は微妙だけでいいよ。はい、却下。はい、却下です。これは完全却下の返事をいただきました。結局そこから別のものを買うっていうことになって、カットまでしてもらって家に帰ったのはだいたい4時ぐらいでしたね。で、決まった材料がこちらです。まずはこれが今回テーブルの足になる角材、高さ的には70センチ前後っていうのが、通常のテーブルの高さになるので、それに合わせた感じですね。こちらの長方形の木材は足について、天板を支えるためのフレームになる木材になりますね。で、こちらが天板ということですが、今回、修正材、特に無着色の修正材の方を買っております。長さは横180センチなので、2人並んで何かを作業するときも十分な広さかと思います。それで今回はここの壁に、作ったテーブルをつけてですね、作業スペースにしていこうと思います。はい、それでは作業開始です。最初はホームセンターでカットしてもらった時の木材の断面をヤスリがけをしているところから始めました。どうしてもホームセンターでカットしてもらったって言っても、やっぱり断面のところはトゲトゲチクチクするような状態になってますので、最初簡単にですけれど120番ぐらいのヤスリで削ってるっていうようなところですね。はい、では次に、木材に穴を開けています。穴といっても貫通させる穴ではないんですけれど、今回天板を乗せるフレームをですね、ダボ継ぎという方法でちょっとやろうかと思いまして、木材にこうネジ穴がこう見えないようなつなげ方になるんですけれど、そのための穴を開けております。本当はガイドとかを使ってまっすぐ開けた方がいいんですけれど、素人 DIY なのでちょっと効率を重視してしまいました。すいません。これがダボと呼ばれる木材になってまして、木材同士をこうつなぐための接合部分になる木材になります。本当はハンマーとかですぐポンポンって入れればいいんですけれど、今回ちょっと時間も遅いので手で押し込んでますね。妻が頑張ってます。
入らなそうだな。いや、ああだよね、そうなりますよね。はい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 。しかも絶対自分の手にはボンドをつけたくないっていう意思がビンビンと伝わってきます。あ、次も入るかなこれ。なんとか入ったみたいですね。すごいな、意外と力があるようです。はい、で今入れたところに、こちらの小さい長方形の木材をこう差し込んでつなぎ合わせるっていう工程になります。番号で3って載ってると思うんですが、実はこちら側にも3っていう風にちょっと書き出しをして、後からですねどことどこをつなぎ合わせるのかっていうのが分かるように、してあります。あ、ちゃんともう片方の方にもボンドを詰めて偉いですね。あとはこの穴のところに、木材をはめ込むということで、合体となります。はい、いきなりですが、天板の方をヤスリ掛けをしております。フレームももう出来上がっております。フレームが出来上がる工程をなんと見事に録画し忘れておりました。大変失礼しました。フレームは一旦出来上がったんですが、そのフレームの方の上に乗せる天板のヤスリ掛けをしているところになりますね。 DIY する上では一番やっぱりヤスリ掛けがすごく大事だと思ってますんで、入念にやりたいと思ってます。続いては、あ、天板に色を塗ってますね。今回後から紹介はするんですが、まあ、ワトコオイルっていうオイルフィニッシュっていうものを使ってます。こちらの着色剤は前から気に入って使ってるんですけども、何より匂いがきつくないっていうのが一番いいですね。室内でも換気すれば使えると思います。今回使ったのはミディアムウォルナットという色のものになりますが、まあ、結構確か4種類5種類ぐらいカラーがありまして、まあ、結構薄めの木材の色を少し濃くするような色合いになっております。こちらがダボスイマーカーセットですね。8ミリのものを持ってなかったので今回新しくセットごと買いました。なんだかんだ作業をしまして完成したテーブルがこちらです。まあ、まあイメージ通りにはできたのかなっていう感じはしてます。ただちょっと強度面弱いところもあるので、まあ、今のところは70点ぐらいでしょうか。合格としましょう。ワトコイルはオイルフィニッシュって呼ばれるぐらいなので、それを塗った後何かを塗るっていうのは基本的にはないんですが、あの僕はこだわりとしてその後に少し濡れ感を出すことで、あのこう製品感、あの製品のようなものにちょっと仕上げたいっていうのがあるので、あの蜜ろうワックスをですね薄くあの布にとって伸ばしております。こちらはオープニングで使ったシーンになりますので、特にあの真剣に見なくても大丈夫です。この画面の中で映ってるアイテムで一つご紹介したいものがあります。こちらの壁に飾ってあるポスターですが、泉来ホームさんで購入したポスターです。北欧調のシンプルな、ポスター、おしゃれなポスターをたくさん取り扱っているんですけども、見ればわかるんですが、すごく楽しくて、一目惚れで買ってしまうようなポスターばっかりです。1枚あるだけでも部屋がすごく明るくなって、華やかになるかと思いますので、すごくおすすめなポスターになってます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそこから見てみてください。すごいおしゃれなポスターいっぱいあります。いかがだったでしょうか。ちょっと途中いろいろと省略してしまってる部分があったので分かりづらかったと思うんですけれど、何か一つでも参考になればなと思っております。この動画が少しでも良かったよと思った方は、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。